こんにちは、サボテン研究者の堀部です。今日はですね、広島県のある町に来ています。うちわサボテンがこの町で野生で生えているという情報を伺ったので、ちょっと調査に来ました。で、目的は、単純に見たかったというのもあるんですけれども、2つありまして、1つはですね、そのサボテンが研究材料として面白そうだからです。で、この町は冬にはマイナス10度以下になることもあるそうなんですが、そのサボテンは耐えるらしいんですね。で、サボテンというのはだいたいマイナス5度以下になると枯れてしまうので、そのようなサボテンは珍しいと、ちょっと個人的に興味あるので、研究材料としても使ってみたいなというのが一つ。あともう一つは、私はいろんな企業の方とサボテンを野菜や加工品原料に使う、事業家の仕事もしてるんですね。なので、マイナス10度に耐えられるなら日本のほとんどどこでも栽培できるので、サボテンの社会実装に使えないかなということで興味があります。で、今日はですね、地元の商工会議所の方にもご協力いただいて、そのサボテンをちょっと調べてこようと思います。これがそのうちわサボテンです。今お茶を準備されたりするので。あ、待ってます、ちょっといますね。でもですね、で、これが一応果実なの、これサボテンの。で、赤くなると食べれる感じ。これ以上大きいな。これがもうちょっとでかかったらしいんですよ。それを、何でこないの。言い過ぎましたね。それを草刈りでだいぶやっつけてしまった。ここで冬越してるってならすごいですよ。もう冬越してるんだよね、多分。雪もまあ降らんわけじゃない。で、大事なのは、トゲがあんまいないんですよ、これ。うん、これって、よく触ると多分見えないのがいるので、多分いたってなるかもしれないですけど、加工特性がいいんですよ。加工しやすいんです。普通はもうこんな、トキントキンなんで、うちはサボテンって。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。確かに、トゲはない。ですよね。すごい。ねえ、ちょっと大学出てほしいですけどね。風景が。赤星さんのところのサボテンは大体30年以上。30年。そうなんです。姑に話を聞いたんですよ。あ、そういうことでここへあるすごいすごい。大きい。すごい、やっぱ早打ちわかな。すごいですね。これだけの重量を支えてるってなかなかすごいですよ。はい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 。工場にちょっとできる地面から子供たちがすごいと思います。すごい繁殖してる。ど根性サボテン。ど根性サボテン。ど根性サボテン。すごい、果実もちゃんとつくんですね。で、すごい。この間これつまんで食べたらやっぱり美味しかった。あ、本当ですか。あとで僕も食べたい、はい、熟してるので。すごいですね。皆さんと初めてだ。この赤いところ。いや、この緑よ。この辺。ちょっともうちょっとちっちゃいやつをね。私はね、八田貝さんのところに訪ねて行ったんですよ。ここにあるかな思うて、はい。私子供の頃そこから来てるから、八田貝さんは幼馴染というかご近所な、子供の頃からご近所にしてるから、皮膚が木質化してますね。ここでも食べておばあさんは言うんだけど、たらうちにはもうない。ああ、なるほど。はい、本日何か所か商工会議所の方と回りまして、サンプルもいくつかいただきました。ちょっと大学研究室に持ち帰って成長特性等を調べてみたいと思います。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。サボテン出したい。ティ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 今日も遊んでも食べれちゃうんだけど、ごめん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 ごめ